株式会社長貴族は、大阪市何区に本社を持ち、主に、大阪府、兵庫県、東京都を中心に居酒屋、鳥貴族を展開する企業。焼き鳥をメインとする、居酒屋系焼き鳥屋、ジャン、某焼き鳥鳥貴族を展開。鳥、高の略称で親しまれ、二千十七年十一月、現在大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、愛知県、岐阜県、 静岡県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、三重県の一都二不十県に567店舗を展開する。直営店の第一部でフランチャイズ展開も行うが、現在は新規の加盟店募集は行っておらず、既存の加盟店による店舗増設並びに社員が独立して店舗を持つ場合のみフランチャイジーを認めている。店名の 鳥居貴族の由来は、創業者、社長の大倉忠氏によれば、お客様を、貴族、扱いする、おしゃれな名前にするという二つの狙いからという。外食産業では他業態展開を進める企業が、一般的な中で、同社では、流行、景気にも左右されず、寿命がない、永遠の業態を目指すとして、今後も、鳥居貴族の単業態での展開を進めていく方針を、 明らかにしている。ロゴマークには、のマークが入っているが、これも永遠の業態を目指す意味で、当初の社名である、イターナルサービスにマークしたものである。ちなみに、社長の息子の所属グループである関ジャニエイトにものマークが入っているが、取貴族の方が関ジャニエイトよりも先にマークを入れており、両者には全く関係はないという。2015年4月、 ロゴマークやメニューがよく似た焼き鳥店を営業され、損害を受けたとして、京阪神で鳥次郎を展開する株式会社集インターワンに対し、ロゴの使用禁止や約6000万円の損害は、結果は和解。最大の売りは、メニューが全品298円という低価格路線であり、これが人気の秘訣となっている。また宴会メニューとして、 メニューに掲載されている全品が2時間食べ放題、飲み放題となる晩餐会がある。味や品質を考慮し、創業当初から産地直送の国産経肉を使用。また新鮮な肉を提供するため、焼き鳥の串打ちは各店舗で行っている。串打ちは昼間に主婦などのパートタイマーを活用して行うため、原則としてランチ営業は行わない。一方で、 味の均質化のため、焼き鳥のタレは本社ビル内の工場でまとめて生産している。2016年10月1日に使用食材の国産100%達成。頼んでもいない商品を客に出すのは余計な負担をかけるという理由からお投資は一切出さない。お投資が必要な客には代わりとしてスピードメニューを用意している。チェーン居酒屋系の焼き鳥屋としては珍しく。 メニューに発泡酒があった。発泡酒は大ジョッキで298円とコンビニエンスストアで 350ml 缶を2本買った場合の価格とほとんど変わらない計算になるため一時は発泡酒とビールの販売比率が7、3となっていた。なおビール類は2014年3月まではキリンビールと契約していたが同年4月よりサントリーに変更している。また、 店舗展開においては、特に都心部では出店コストを抑えるため、空中店舗、地下店舗を積極的に新規出店していることも特徴。ただし、郊外では1階に店舗を構えていることも多い。2016年7月19日から23日にかけて南柏店で中杯に消毒用アルコールを混ぜて、計151杯を提供した。健康被害の連絡はなかった。 ありがとうございます。